皆さんこんにちは、ネコバチです。今回はレゴフレンズハートレイクシティのダイナー41728の紹介をしたいと思います。対象年齢は6歳以上で346ピースです。出来上がりました。かわいい、すごいかわいいです。アメリカンな感じというかレトロな感じというか、とってもおしゃれでかわいらしいです。そして大きなサンドイッチがとてもいいですね。看板のサンドイッチであったり、この
テーブルの上にあるのもちゃんと食べる用のサンドイッチなんですよね。もう大きすぎてミニドールに近いぐらいのサイズがあるサンドイッチです。そしてこの猫ちゃん見えますでしょうか。後でちゃんと紹介するんですが、この猫ちゃんすごい可愛らしいです。すごい憎たらしいような顔が褒め言葉です。すっごい可愛いです。この後ろの手配書も見えますでしょうか。もうなんていうかつまみ食い常習犯なんですよね、きっと。では一つずつ見ていきたいと思います。まずはリアンです。リアン元気そうな明るい雰囲気が出ていますね。ベストにショートパンツにスニーカーですね、きっと。後ろ姿はカーですね。ちょっと髪の毛で見えないので一度外しますね。後ろもなんかいろんなイラストが書いてありますね。うん、アイスだったり鉛筆であったり、アライグマ、タヌキでしょうか。ワッペンなのか自分で描いたのかどちらなんでしょう。そしてこのアライグマさんのようなものなんですが、インターナショナルスクールで描いてあった絵にそっくりです。こちらペットなのでしょうか、それともお気に入りのキャラクターなのでしょうか。絵も描くこともどうやら好きなようですね。インターナショナルスクールではリアンがいなかったので、よいしょ、このライナーで来てくれて嬉しいです。後ろ姿はお団子ですね。髪の毛はハーフアップのお団子にしていまして、穴はてっぺんではなく後ろについていますね。ニコッと笑ったお顔がとても可愛いです。スケートボードや髪の毛のパーツが別にありまして、スケートボードが好きな女の子のようです。そして5000とコインですね。ヘルメットがセットになった髪型で撮ってみますと、こういった感じですね。黒髪のストレートなのでリアン専用のヘルメットですね。こちらがリアンの説明書きですね。スケートボードにターボのようなものがついていたり、あと絵も好きなんですね、きっと。このアライグマさんの絵もそうですが、絵も好きみたいです。活発な感じがしますね。続きましてアリアです。アリアはサルペットのようなデニムかな、ワンピースも着ているようですね。中はシャツで、バテンのブローチもまた今回もつけているようですね。インターナショナルスクールでもありましたが、こちらがインターナショナルスクールのアリアとなります。ブローチなどの位置は同じですが若干違いますね。ハート型から丸型の缶バッジかなになっています。シャツはもしかしたら一緒かもしれませんね。こっちが胸元がちょっと開いていて、こちらが胸元を締めた、一番上まで締めた状態ですね。その他は特に変化はないかな。パンプス、サンダルも同じですね。表情なども同じですね。アリアは頭のてっぺんにリボンなどをつける穴が開いています。またノートとペンが一緒になっていました。アリアはこのダイナーで働いているそうで、アルバイトかな、働いているそうなのですが、こちらメニュー表とかではなく、おそらくアリアの私物のノートじゃないかなと思います。ブローチと同じバテーのマークが書いてありますしだと思うのですが、どうでしょうか。あと働いてるとは言っても、服装も店員さんの制服のような感じではなくて私服のような感じですね。おそらく遊びに来たといった感じではないでしょうか。宿題をやりに来たとか、そんな感じですかね。アリアもテストのような回答用紙や、あとお馬さんの絵が描かれていますね。そしてこちらハートマークと風船であったり、思いやりのようなイメージでしょうか。こちらアリアはインターナショナルスクールにもありましたが、こちらですね、服装が違うだけで全く同じのようです。横に描いてあるイラストなどは。やっぱリアンも絵が好きなようですが、アリアもインターナショナルスクールの方でこのお馬さんの絵を描いていました。お馬さん好きがすごくところどころにアピールされていますね。続きましてチャーリーです。チャーリーはこのダイナーの店員さんですね、店長さんでしょうか。すごい爽やかな感じがしますね。
髪の毛の色と瞳の色など服装もですが、すごく統一感があって爽やかな感じがします。なんとなく本当美しいような感じもしますね。白いエプロンの中にはワイシャツのようなものも着ていまして、おそらく店員さんのお名前のバッジと、あとサンドイッチのバッジもつけていますね。靴はスニーカーかと思われます。後ろはこうですね、クロスさせたエプロンです。髪型は特にツンツンヘアなだけで、リボンなどをつける穴は開いていませんね。続きまして猫さんです。シャドウというお名前だそうで、説明書の方に書いてありました。この子憎たらしいような顔がすごく可愛いです。ちょっとなんだろう、舐めているというかバカにしているような表情がすごくいいと思います。ふふんって感じですね。こちらダイナーの窓にも書いてありましたが、ちょっとつまみ食いなどをする常習犯なようで、野良猫さんなのかな。後ろ姿はこんな感じで、猫らしい曲線がとっても可愛いですね。はい、黒い小さな猫さんです。手に口元や手の甲など靴下を履いているような白い模様がありますね。眉毛も白いみたいです。このちっちゃくて手配書の書かれてしまうような、冗談かもしれませんが、手配書はちょっと悪な感じがとっても可愛いと思います。そして今回はハートレイクシティのマップもありまして、ダイナーはハートレイクシティの湖のそばにあるようですね。リアンとアリアのお家も書かれています。アリアの方は少し遠い場所にあるのかな。このマップもちょっとしたことですが、なんだかあったら嬉しいですね。ちなみにこちらのページにシャドウのお名前も書いてありました。ちなみにインターナショナルスクールの方にもマップが書かれていまして、位置関係はこういった感じのようですね。オータムやオリーのお家も書かれていますが、ハートレイクシティのインターナショナルスクールとダイナーも割と近いようですね。結構街の中心部にある感じでしょうか。こちらがセットの内容ですね。ダイナー本体と、あと屋外ダイニングエリアと、ゴミ箱、トラッシュ缶というのでしょうか。ですね。ではまずこの屋外ダイニングエリアから見ていきたいと思います。こちらが屋外ダイニングエリアですね。やっぱり大きなサンドイッチがとても目を引きますね。そして蛍光ピンクのソファーもとっても可愛らしいです。向こう側見えますでしょうか。こちらにはナプキンホルダーがついていまして、こちらすごいですね。3つのパーツですが、しっかりナプキンホルダーと分かるこの組み立て方はすごいなと思います。このソファーも背もたれやここの足の部分など、なんだかなんとなくイメージですが、ダイナーにあるようなちょっと硬いけどつるんとしているような、そういったソファーのように感じられます。このピンクと緑の色合いの組み合わせがなんとなくレトロな感じを表しているのかもしれませんね。そしてこのサンドイッチとっても可愛いですが、野菜メインな感じなサンドイッチですね。ちょっとはみ出たレタスのようなこのお野菜がとっても可愛いなと思います。このサンドイッチのパンも面白いですね。こちらフレンズのキャラクターたちにはかなりビッグサイズなサンドイッチとなっていますが、ソファーに座ってもらいますね。こういった感じですね。かなりサンドイッチ本当ボリューミーですね。2人で分けても食べられるかなってぐらいのボリューム感がありそうです。机にいっぱいいっぱい置いていますね。そしてこちらはシンプルですね。ゴミ箱です。一応パチッと蓋ははめられるようになっていて、逆さまにしてもコロンと転がったりはしないですが、軽く置くだけじゃちょっと取れてしまいますね。こんな感じです。見えますでしょうか。こちらの中に生ゴミなどをおそらく捨てて、もしかしたらさっき手配書にも書かれていたシャドウがこちらから盗みを働くのかもしれませんね。ちょう
どいい感じにシャドウが乗って可愛らしいサイズとなっています。こちらがダイナー本体ですね。高さが11センチ、幅が19センチ、奥行き11センチとなっています。このレトロな赤と白のストライプの屋根であったり、なんでしょう、ネオンカラーといいますか、そういったカラーリングもちょっとレトロでとっても可愛らしいなと思います。そしてなんといっても手配書が可愛いなと思います。そういえば子猫でシャドウってなんだかちょっと釣り合ってないような感じもすごいいいなと思います。こんな可愛い子猫がシャドウなんて悪の親玉みたいなお名前がついているところがとっても可愛いです。この原色が目いっぱい使われている外観に大きなサンドイッチも特徴的ですね。こちらのサンドイッチ、しかも回る仕掛けが面白いなと思います。くるくる回せるので好きな角度にできますね。ガラス張りの中にチェックのタイルの床が見えるところもおしゃれですね。すっごくかっこいいです。ところどころにお花などもありまして、こちらのドライブスルーのマークもとってもいいですね。ただドライブスルー、車じゃなくてスケボーな感じも面白いなと思います。オープンと書いた店内、こちらドアはもちろん開くようになっていまして、この青白チェックタイルがすごくかっこいいです。いろんな色を使われているんですが、なんとなく統一感があるようなこのツヤっとした屋根であったり、この丸みを帯びたネオンカラーなピンク色であったり、おしゃれですね。とっても中側見ていきますと、やっぱりこのウォンテッドのマークシールとってもいいです。またこちらも見ますね。こちらが店内ですね。こちら中もとってもおしゃれで可愛らしいのですが、イートインスペースはちょっとスペースの関係上ないようですね。レジカウンターであったりキッチンであったり、あとこれまたレトロのジュークボックスやゲーム機が見えます。アーケードゲームな感じですね。ちょっと中見てみますと、まずは店内向かって右側がキッチンスペースとレジですね。こちらにメニュー表であったり、こっちにも下にもメニューがありますが、時間のマークも書いてあるので、セットが安くなる時間とかが書いてあるんですかね。そしてこちら側キッチン、食パンが、サンドイッチ用の食パンとレシが置いてあります。そしてこちら缶のジュースと、あと冷蔵庫ですね。こちら取り外すこともできるので、外してみますと、なんか結構いろいろ入れるようだったのでちょっと乱雑に入っていますが、こちらもサンドイッチの具材ですね。レタスであったり、トマトとチーズであったり、そういったものが入っています。2個ずつですね。この真っ赤な冷蔵庫もとっても可愛らしいです。そして、この向きなのもおしゃれですね。床に止めているのではなくて、こちらのカウンターの壁に止めてあります。そして、レジもありまして、こちらの部分は特に何もないんですが、そして向こう側、チャーリーの表彰状みたいなものがありますね。サンドイッチコンテストで優勝とか、そういった感じでしょうか。1位のメダルが貼ってあります。そしてこちら側、ドライブスルーのカウンターのようなものがありまして、こちら、反対側から見てみますと、ドライブスルーのメニュー表もこちらにあって、あとテーブルも茶色のテーブルありますね。こちらにはスケートボードや車などで通れるように、おそらくあのスロープのようなちょっと滑らかな感じの床がありますね。もう少し下げてみますと、裏はこうなっていますが、表から見てドライブスルーのマークはこちら矢印が素敵ですね。で店内反対側ですが、アーケードゲームがあります。赤色のボタンと黄色のスティックでしょうか、コントローラーのスティックがありますね。こちらも外すことができまして、
形も本当レトロなアーケードゲームな感じがすごくいいですね。これたくさん作って並べてみたいですね。そしてもう一つレトロな要素としてこちらジュークボックスがあります。こちらの後ろ側見えますでしょうか。後ろ側のこちらのレバーじゃないけど動かすとジュークボックスが動くようになっています。ジュークボックスが踊るような感じでしょうか。こちらも面白い仕掛けですね。ジュークボックスも簡単に引っ張れば外せるようになっています。この曲線といい赤色がとっても可愛いですね。特にシールパーツなどは貼っていないです。店内はそこまで広くはありませんが、この限られたスペースでレトロでおしゃれなものがたくさんあってとっても素敵だと思います。このおしゃれ家具とかってお店で見たりしたらすごくおしゃれなのにお家に飾るとなんか途端に違うくなるのはなんでですかね。ここにあったらすごいふさわしいようなおしゃれな感じを醸し出してます。こんなおしゃれな感じにダイナが仕上がっているのがすごく羨ましいです。レゴの世界ではありますが、こちらが今回の予備パーツですね。ペンであったりお花であったり、あと5000コインと缶の蓋もあります。こちらの缶の蓋缶ジュースで使われていたんですが、どうでしょう、こうしてみますとちょっとシーチキンとかの缶にも見えなくもないかなとも思うんですが、こういったものでサンドイッチの具材をちょっと増やしてみるのも面白いんじゃないかなと思います。まとめです。おしゃれでレトロなダイナーとっても気に入りました。ジャンボサイズのサンドイッチもいいですね。そして店員さんのチャーリーもいいですが、この猫のシャドウがなんとも可愛いですね。このウォンテッドの手配書の感じもすごいいいですが、これは冗談なのか本気なのかよくわかんないですけど、多分本気だったらこんなに可愛い手配書を作れないと思うので遊び心ですよね。これは今ちょっとゴミ箱にいたずらしちゃった感じを想像してセッティングしましたが、とってもいいセットだなと思います。このスケボーでドライブスルーができる感じもおしゃれですね。ダイナー本体の外観と屋外ダイニングエリアのデザインも統一されているのもとってもいいと思います。そして店内もおしゃれですね。キッチンの部分であったりおしゃれなジュークボックスとアーケードゲームもレトロな感じがとてもいいと思います。チェック柄のタイルとあと赤白のストライプの屋根もとっても素敵だと思います。レゴフレンズハートレイクシティのダイナー41728の紹介でした。また違う動画で他のレゴセットの紹介もしたいと思っておりますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。